あ、色は、あ、なんかつくな。色、色入ってる。こんにちは、アジーンです。今回の動画はこちらのスライム作りに欠かせない材料を全て禁止します。全部使えないことにしました。エルマーズグルー、洗濯のり、洗剤、放射の代わりに使える重曹、コンタクト洗浄液を全て禁止しました。だけどスライムが作りたい、材料がないけど何かスライムを作りたい、 DIY したいって思う時ありませんか？なかなか放射が買えなかったりとか、洗濯のりが売ってない時、この材料を使わずになんとかスライムが作れないかなって考えてみたんですが、昨日の動画がちょっとヒントになりました。昨日の動画の中で使用した材料を見た時に、あれ、これでスライムいけるんじゃないかなと思って、少し今日は実験してみることにしました。まず水のり、エルマーズグルー、洗濯のり、ボールドやアリエールの代わりに使うのり、のりなんですが、今回はこちらの木工用ボンドを使いたいと思います。昨日の動画にも出てきた木工用ボンドを使いたいと思います。昨日はアマゾンのスライムキットに入っていた謎の白い接着剤、あれ多分木工用ボンドだと思うんですけど、あちらを使いました。今回はこのセメラインの木工用ボンドを使っていきたいと思います。ボンドだったら何でも大丈夫だと思います。これは速乾タイプなんですが、どうなんだろう、速乾じゃない方がいいのかな、柔らかいのかな。まずはこのボンドを容器に出します。今はもう本当にこんな感じでボンドですね。絶対手では触れない感じです。ダラダラで、ここにほんの少し水を加えたいと思います。スライムキットに入ってたボンドがね、ちょっとあれ水混ざってると思うんですよ。これよりもね、トロトロな感じだったので、この市販の木工用ボンドも少し水を入れてこう伸ばしたいと思います。あんまり水っぽくなりすぎても良くないと思うので、少しだけ入れて様子を見ます。こうよく伸ばします。そうするとさっきよりはちょっとね、なんて言うんだろうな、滑らかな感じになったと思います。さっきはドロって感じだった今はちょっとサラサラっていう感じになったと思います、うん、これでもね触れないですね。これでもまだ無理、ボンドです。で、今回は重曹もコンタクト洗浄液も使えないし、放射も使えないんですよ。まあ、自分でねダメって決めたんで使えないということで、ここ最近の動画に出てきたこちら、入浴剤を使っていきたいと思います。これはビレバンで買ったものになるんですが、家にある入浴剤だったらだいたいどれでも大丈夫だと思います。このね、入浴剤の中に入ってる成分が炭酸って書かれてるものがねあるんですよ。シュワーっていうあの成分、あれが重曹の役目になります。少しだけ入れます。これ何色だろう、あ、色は、あ、なんかつくな。色入ってる。おお、なんか緑っぽくなった。草津の湯です。草津の湯入りました。若干これ着色もできる感じですね。で、このままでも無理、スライムにはなってないですね。で、今回放射、重曹の後に入れるコンタクト洗浄液も使えません。なのでこちらも加工動画に出てきた目薬をね使っていきたいと思います。これは私が毎日使ってる目薬たちなんですが、この目薬の中に入ってる成分がね、だいたい放酸とか
って書かれてるんですよ、目薬の中に。それを放射の代わりにしていきます。200円ぐらいで買える目薬にもね、だいたい放散って書いてあるから、このスライム固まると思います。ちょっとね、この本当にわずかなんですけど固まってくるんですよ。よく練ります。混ぜるというよりはなんか練り込む感じです。こう練る練るとこう少しね、なんかとろみがとろーんとしてきます。ちょっとねこの固まってくるんですよ。少しこの容器からもこう剥がれやすくなってきます。だいぶスライムっぽくねなってきました。あまり水を入れすぎないことがコツかなと思います。不思議ですよね、こうねちょっと固まってくるんです。固まりにくい場合は少しねこの状態でこの机の上にほんの少しこう置いといて 1,2 分待ってからまたこの作業を再開するとこう固まりやすいかもしれないです。ずっとこう混ぜてばっかりだとなかなか固まらない時もあるかもしれないので、ちょっとね置いてからこうやってみてください。もうほぼこの容器につかなくなってきました。手でこねていきます。だいぶつかなくなってます。よっ、なんちゃってスライムの完成です。いやスライムかな一応ねこう伸びるんですよ。ただどうだろう、スライムよりは早めに固くなってしまうかもしれないです。ただこのね今はもう本当にスライム触ってるような感じですね。ボンドとはねちょっと思えないです。うん、見えるかな。はい、最初の頃に比べると手につかないです。究極のなんちゃってスライムでした。今回は洗濯のりや水のりの代わりにボンドを使ってスライムっぽいものを作ってみました。パワーエースソッカークリアやよく見る木工用ボンドでも作ることができると思います。ただ日持ちはあんまりしないんじゃないかなと思います。スライムに比べると硬くなりやすいと思います。一応このボンドの成分が樹脂なので柔らかく伸びやすくはなるんですが、何週間とか何ヶ月とかは持たないんじゃないかなと思います。また他の材料でもスライムが作れるように研究してみたいと思います。本日も
ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、サブチャンネルにもぜひ遊びに来てください。